ございます。2024年6月17ルーチェンナ散歩訓活中、訓活っていうのかな、匂い取りよいしょ。ルッドちゃん、いつもの散歩コースではなく、今日は亀戸中央公園方面に向かっています。父ちゃんが寝坊したので遅いお散歩のスタートになりました。ということで、2024年6月21日、17日ということで、に改めまして、2024年6月18日、18は明日を勉強しに行くの。で、17日月曜日、24、そうか。15歳と4ヶ月と24日、ということで、ロッチャンの散歩です。もう今日も暑いからしっかり水分補給をしながらお過ごしください。ご自愛くださいかな。でも今日そんなにカンカンレールじゃないの。それはどこだね。アロマで毒ダミ、アロマで毒ダミで、アロマでよ昔はよく虫よけスプレー作ってたけど、毒ダミでもできるので、もうその辺に生えてるもので、0円で作りましょう。0円でもないか。焼酎か、ホワイトリカーのお金がかかる。ね、瓶の中に毒ダミ詰め込んで、ホワイトリカー、して、で1週間置くのかな。そうすると天然の虫除けスプレーができる。ってことで、じゃあね、またね。あ、大丈夫か。いってらっしゃい。じゃあね、またね。バイバイ。バイバイ。いってらっしゃい。バイバイ。パンが焼ける。パンが発酵しすぎる。おーい、いってらっしゃい。はい、今日も元気にいってらっしゃい。じゃあね、またね。バイバイ。